こんにちは、末広です。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。本日の動画はですね、 XM にですね、入金する方法について説明していきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。早速ですけど、こちらがですね、この間の動画で作った XM のね、リアル口座ですね。で、今見ますと残高ゼロね、残高ゼロ、それからクレジットが3000ですね。このクレジットっていうのはですね、この間のそうですね、 XM のリアル口座を有効化したですね、手順の動画で説明しましたけど、あれですね、リアル口座を今新規で作ると3000円分のですね、クレジット、要するにポイントがもらえるということですね。それがこちらということですね。実際これだけでも取引はできるのでね、実質0円で取引することも可能なんですけど、今回は入金のやり方について説明します。XM はですね、海外の、トレーダーなので、実際にどのように入金するかというのですね、あると思いますが、こちらから、こちらから、どちらかでまず入金ですね。そうしますとですね、いろいろありますね。ビットウォレット、この間別の動画で紹介したビットウォレットですね。ビットウォレット経由で入金、もしくはクレジットカード、もしくはデビットカードですね。なので入金するのか。で、銀行入金の場合はこちらですね、ローカルバンク。こちらはですね、りそな銀行、もしくは、ソニー銀行から、この2つは、この2つのみがですね、日本の銀行は直接入金が、対応してるらしいですね。でそれ以外の銀行は、ちょっとできないらしいので、その場合はどうするかというと、ビットウォレット経由で入金するか、もしくはですね、銀行のデビットカードですね、で入金するかですね。おすすめはデビットカードで入金した方が一番いいですね。なぜかと言いますと、デビットカードの場合はですね、銀行口座と直結してますので、入っている額をそのまま残高も移動できますし、瞬時にね、入金しますと、XM の口座にですね、すぐ反映されますのでね、おすすめはこちらですね。で、銀行の場合ですと、入金から、30分、時間帯によっては、半日から1日かかったりするので、どうしても遅くなってしまうのでね、もし入金、銀行から入金する場合は、こちらをクリックして、説明事項をですね、一旦読んでですね、あなたの口座番号とか、最後にですね、名義の後ろにですね、あなたのこの XM のですね、このアカウント、リアル口座の、番号を入れて入金するということですね。こちらを忘れると入金に手間がかかりますので、再度、XM の方にね、サポートに連絡してやらないといけなくなるので、名義の後ろには必ずこの XM のこの番号ですね、こちらですね、口座の、あなたの口座のこの9桁の数字を必ず入れるようにしてください。では今回はですね、僕はジャパンネット銀行のですね、カードレスのデビットカードで入金したいと思います。まずこちら、カード入金をクリックですね。で、必要、さっきと一緒ですね、読むと。で、こっちに金額ですね、いくら入金したいのか、あなたの口座に残っている額ですね、
入れ切れる額を入金してください。今回は5万円入れます。支払い詳細を確して、確定。はい、はい、そうしますとこの画面になりますので、こちらにですね、あなたのカード番号と名義ですね、名義は、アカウント開設とした同じ名義じゃないと、入金できませんので、ご自身のですねカードの名義で入金してください。全部 OK でしたら支払うをクリックですね。はい、この画面になりましたので成功って出てますね。これができたら成功、この画面が出たら OK ですね。お店に戻ると、はい、入金リクエスト完了ですね。で、こちら見てすぐ分かるように5万円になってますね。デビットカードはやっぱすぐ反映されますのではい、こちらに5万円ですね。 あとクレジットがプラス5万円になりましたね。これは何でですか、増えたかというと、こちらですね、この 100% ボーナスというのが適用されたんですね。まあこちら書いてますけど、まあ最高金額、要するにまあ約500ドル、5万円までねを入金額に応じてバックするということですね。なので今5万円を入れたので5万円分のクレジットがついたということですね。なのでこちら見てわかるように有効貯金は、10万3000円分あるということですね。10万3000円分今口座に入っているという形でトレードができるということですね。本当にお得ですよね。開設口座を開設しただけで3000円分のポイントがもらえて、さらに5万円入金すればさらに5万円分のポイントがつく。なので実質2倍以上のね有効貯金になるということで、もうこの XM のねメリットですよね、本当に。でさらに言えばですね、こちらですね、追加で入金するたびに、まあ、最大で4万5000円分までまたもらえる 20% ボーナスということでね、入金するたびにもらえるということですね。この額まで、これもいいですよね。追加入金するたびに増えるん でさらにですね、こちら 10% ボーナスというのはありますけど、こちらですね、ビットウォレットですね、ビットウォレット経由で入金するとプラス 10% で、ボーナスが加算されるということなので、本当にねこの XM の美味しいこの ポイントですね、ボーナスを、ぜひ受け取って、有効活用してください。はい、以上がですね XM の入金の方法でした。最後まで動画をご覧いただきどうもありがとうございました。